こんにちは。歴ショックです。今回は、徳川四天王の一人として活躍した榊原康政について紹介します。榊原康政は、元は松平家臣、酒井忠久に仕える家の出身で、同じ四天王の本多忠勝に比べても、さらに一段下の身分でした。しかし、その才能を家康に認められ、武将として出世を重ね、上杉謙信や豊臣秀吉といった大名からも認められるまでの存在になります。軍事、内政、外交すべてに通じたエキスパートとして重用され、関ヶ原の戦い後には、老中として初期の幕府政治も担うなど、家康の覇業を支え続けました。今回は、徳川家一の出世頭、榊原康政が、最下層から徳川家を代表する重臣に成長していくまでについて、詳しく紹介していきます。家康の家臣よりさらに低い地位から這い上がる。榊原康政の出自。榊原氏は、系図上は足利一門で伊勢の国などの守護を務めた兄貴氏の一族で、伊勢の国の榊原村を領したことから榊原氏を名乗ったとされています。しかし、後に江戸時代になって康政のいとこにあたる榊原輝久が将軍となった徳川秀忠から源氏を名乗るように命令されており、後世の系図詐称の疑いがあります。実態は、榊原村に居住する土地を持たない下級武士だったと思われ、伊勢の国、三河の国の守護を務めていた一色氏に従って、三河に移住したものと考えられています。また、康政の榊原家とは別に、藤原氏を祖先に持つと主張し、松平家臣として仕えていた一族もおり、康政の榊原家は、この家の分家筋にあたることになります。榊原氏は、家康の曽祖父、松平信忠に仕えていましたが、信忠は息子の清康に強制的に隠居させられており、この時に信忠派の榊原氏は衰退してしまいました。その結果、榊原氏は松平氏の重臣で松平氏当主に匹敵する力を持っていた酒井忠久に仕えることになり、家康から見れば家臣の家臣、陪臣になり、本多氏や鳥居氏などと比べても相当身分の低い家となります。榊原康政は、陪臣の家の分家の当主、榊原長政の次男という相当低い身分で1548年に生まれました。家康の5歳下、本多忠勝とは同い年にあたります。康政は幼い頃から徳川家の菩提寺、大樹寺で学問に励んでおり、この寺で後に主君となる家康と運命的な出会いを果たしました。康政が12歳の時、桶狭間の戦いが起き、家康が岡崎城に撤退する途中、大樹寺に寄った際に家康への拝謁が叶え、この時の出会いがきっかけで後に家康に仕官することになります。1562年には父の長政が亡くなり、兄の榊原清政が家督を継ぐと、康政は兄の家臣になるのではなく、叔父の榊原一徳斎の養子となり、後に平太と名乗っていた叔父に倣い、小平太と名乗りました。康政は、所領はごくわずかながらも、叔父の家の跡継ぎとして家康に仕え、家康に小姓として取り立てられます。後に兄の清政は、徳川信康に仕え、信康の切腹に伴って隠居することとなり、康政の系譜が榊原家嫡流となりますが、この頃の康政は、まだ分家当主といった扱いでしかありませんでした。1563年に起きた三河一向一揆では、榊原氏の主君であった酒井忠久が、一揆方と結んで家康と敵対し、榊原一族の中からも、酒井忠久に従う者が出てきます。そんな中康政は、家康方として、この戦いで初陣を飾り、友人からもらった具足を身につけ、槍働きで武功を立てました。この時の戦功を評価され、戦後家康から一字をもらって康政と名乗り、家康を烏帽子親として元服しました。これ以降、康政は家康子外の武将として引き立てられ、1564年には16歳にして3人の与力を家康につけられ、家康の旗本として各地を転戦します。同年に起きた今川市の東三河の拠点、吉田城攻めでは、本多忠勝、鳥居元忠らと共に、家康の旗本衆の先陣を担い、先頭を切って城に突入し、先行を立てました。2年後の1566年に、家康が行った軍備改革では、
康政は18歳にして本多忠勝と共に一気に50人ほどの与力をつけられ、家康の旗本の一部隊を率いる武将として大出世を果たします。兵数にして約500人ほどの部隊を率いることとなり、陪臣の身分からわずか数年で黒人領主並みの部隊の指揮官になったのです。この頃の家康は代々松平氏に仕え、時には当主の権力までも脅かしてきた松平一族や有力家臣の勢力を家康の力が上回れるよう試行錯誤していました。そこで本多忠勝や康政など領地が少なく部隊を率いるまでの力がない子飼いの武将を引き立て、自らの旗本を率いさせ戦功を挙げさせることで彼らへの対抗馬に育てようとしていたのです。康政は家康の期待に応え、1568年の遠江堀川城攻めでは傷を負いながらも一番に城に攻め入り、勝利に大きく貢献しました。今川氏最後の拠点となった掛川城攻めでも、康政は今川水軍が徳川軍の背後を狙った際にこれを迎え撃ち、奇襲を未然に防ぐといった武勇一辺倒ではない戦略的な活躍も見せています。同時期には20歳にして今川家臣の岡部正綱の取り次ぎ役を務めるなど、康政は早くから徳川家の有力家臣としての地位を築いていました。こうして陪臣の身分から徳川家の有力武将へと成長した康政は、この後徳川家を代表する武将へと急成長していくこととなります。徳川家の代表として外交面でも活躍する徳川家重臣としての康政。康政は1570年の姉川の戦いで朝倉軍に横槍を入れて突き崩すという活躍を見せ、徳川軍勝利に大きく貢献していました。この時の康政は酒井忠次と共に先陣を務めていたとも、家康のそばにいて膠着状態打破のために家康に投入されたとも言われています。その2年後の三方ヶ原の戦いではついに康政は旗本部隊ではなく軍団長として一軍を率いる武将への出世を果たしました。この戦いで徳川軍は敗北するも、康政は先鋒として奮戦し、乱戦の中で酒井忠次と共に武田軍の一帯を破る戦功を挙げ、武田軍に一矢報いています。撤退の際には家康とはぐれ城に戻れず、浜松城南方の西島に逃れ、浜松城に武田軍が攻め入った際には討ち死に覚悟の突撃をしようと準備していたといいます。その後も長篠城をめぐって徳川軍を率いて武田軍と渡り合うなど、徐々に重臣ともいえる活躍が増えていきました。もっともこの頃の康政は徳川家を代表する武将になっていたものの、陪臣から出世した身分のために酒井忠次や石川数正のように榊原氏代々の家臣という存在がほとんどいませんでした。そのため家康からつけられた徳川家臣が暫定的に康政配下となっている状況であり、やがて彼らの中からは榊原家から徳川家への帰参を願い出る者も出るなど、若い康政は苦労を抱えながら戦いの日々を送ることになります。また康政は軍事だけでなく外交面でも活躍しており、1574年には対武田で同盟を結んでいた上杉謙信が康政に対し武田への牽制を依頼する文書を送っていました。大名同士のやり取りを取り次ぎできるのは重臣クラスの家臣だけで、当時26歳の康政は徳川家の重臣として他国の大名に認められるほどの人物になっていたことがわかります。康政は織田徳川連合軍が武田勝頼を破った長篠の戦いでも徳川軍の最前線で戦い、第一策を破り第二策まで押し寄せた武田軍の侵入を防いでいます。その後は本多忠勝らと共に武田軍を押し返し、敗走する武田軍を追撃し多くの敵を討ち取りました。長篠の戦いでの勝利後も駿河田中城攻め、遠江高天神城攻めなど武田氏との戦いに従軍し、1581年に岡部元信が守る高天神城に最後の攻撃をかけた際には先陣を務め勝利に貢献しました。この頃康政はかつて酒井忠久に仕え家康の旗本に取り立てられたという同じ経歴を持つ大須賀康隆の娘を正室に迎えており、長男の忠次が生まれています。大須賀康隆と康政はたびたび共同で戦をするなど深い関係を築いており、
この時に生まれた忠政は子供のいなかった大須賀家に養子に出されました。やがて武田氏滅亡後、家康が信長に安土城に招かれた際には本多忠勝や井伊直政ら徳川家の主要家臣と共に随行し、その後堺滞在中に本能寺の変を迎えます。康政は家康一行の一人として伊賀越えを観光し、家康と共に三河へ帰還を果たしますが、この後に起こる秀吉との戦い、小牧長久手の戦いで康政の名は一気に全国区になりました。康政は戦いに際し徳川軍の主力として出陣し、その文才で秀吉が主家の織田家を乗っ取ったことを非難する考察を陣中のあちらこちらに立て、秀吉を挑発します。これに怒った秀吉は、一説には康政を討ち取った者には10万石の領地を与えるとしたといい、康政の首に懸賞金をかけ絶対に討ち取るように命令しました。しかし康政は秀吉の怒りをものともせず、先陣切って秀吉軍と戦い、秀吉の甥羽柴秀次隊を破るなど徳川軍の主力として秀吉と渡り合います。その後膠着状態を打破するために三河侵攻を目指した池田恒興、森長吉の軍を家康と共に攻撃し、池田森両名を討ち取るのにも貢献しました。やがて秀吉家康が和睦すると、秀吉の希望で康政が徳川家の使者に選ばれ、秀吉から直に勇猛さを称賛されるなど、軍事外交面で申し分ない活躍を見せることとなります。こうして康政は徳川家を代表する重臣として天下人秀吉と渡り合うまでの成長を見せることとなったのです。豊臣秀吉にも大名として認められ、関ヶ原の戦い後は老中にも。晩年の康政、小牧長久手の戦い後の康政は秀吉にも認められるようになり、徳川家の代表として秀吉に扱われるようになります。康政は小田原征伐では徳川家の先陣として出陣し、秀吉の命令で北条軍を攻撃し、伏兵を用いて城に戻る途中の敵兵を討ち取る功績を挙げました。その後北条氏直が降伏した際には城の受け取り役を命じられ、北条氏政氏輝兄弟の切腹の検死役も務めるなど、豊臣軍の代表ともいえる活躍を見せています。こうした活躍を考慮され、一説には秀吉の意向とも言われていますが、家康の関東移封後は神津家館林10万石を与えられ、井伊直政本多忠勝に次ぐ徳川家トップクラスの石高を誇るまでになりました。その後奥州で起きた葛西大崎一揆、九戸正実の乱でも結城秀康や家康の友をして出陣しています。この頃から康政は家康の後継者である徳川秀忠付きの家臣となり、朝鮮出兵でも江戸に留まった秀忠に従って関東の統治に邁進していました。秀忠の補佐は井伊直政と共に行っており、直政とは公私にわたって仲が良く、後に直政が亡くなった際には井伊家の後継を申し出るほどだったといいます。一方康政は秀吉から豊臣姓を与えられ、秀吉、豊臣秀次と書状、贈り物のやり取りをするなど、豊臣大名としても扱われており、徳川家臣ながら豊臣家にも直接従属する領属状態となっていました。徳川家中随一の勢力を誇っていた康政でしたが、徳川家への忠義は変わらず、秀吉が亡くなると大老として主導権を握った家康の手足となって動くようになります。1599年にはお家騒動を起こした浮田家に豊臣家奉行の大谷義継と共に派遣され、朝廷を行いました。康政は精力的に朝廷を行い、領国統治がおろそかになったため家康から帰国を命じられるほどでしたが、家老の戸川氏など浮田氏の主力家臣が出奔する結果となり、浮田氏は弱体化、関ヶ原の戦いでの勝利の要因となっています。康政自身も浮田氏家老の花房氏から側室を迎えていた縁で、花房氏を徳川方に引き込み、後に花房氏から養子を迎えるなど浮田氏弱体化に大きく貢献しました。その後石田三成が伏見にいる家康を襲撃するという噂が流れた際には、3000の兵を率いて家康の元に駆けつけ、少ない兵を多く見せ威圧するために関所を設け、京都中の兵糧を買い集めるという知略も見せています。
関ヶ原の戦いでは徳川秀忠に従って中山道を進み、上田城の真田昌幸攻撃に加わっていたため本戦には参加できていません。その後、家康の怒りを買い面会を拒否された秀忠は、康政の取りなしで家康に面会が叶ったといい、秀忠は生涯にわたって康政に感謝したと伝わります。戦後は数多こそなかったものの内政手腕を買われ、老中として本多正信など文官勢力とともに初期の徳川政治を担う存在となりました。しかし本多正信らとは反りが合わなかったようで、老神権を争うは亡国の兆しなりといって老中の地位を離れ、時期は不明ながらも表舞台からは去ってしまったといいます。一説には本多正信、正純らが台頭し、本多忠勝や康政といった武功を挙げてきた家臣より優遇されるのに憤慨していたとも伝わります。老中引退後は体調を崩し、1606年に58歳でその生涯を閉じました。家康、秀忠ともに頻繁に使者を送って見舞っていたといい、体調を気遣った家康には本多正信を長腐れと非難していたことを皮肉り、腸が腐ったと伝えたといいます。康政の後は三男の康勝が継ぎますが、康勝は20代の若さで亡くなり、子がいながらも後継ぎがいないといった報告がされるなど、この後榊原家はたびたびお家存続の危機に見舞われることとなります。家臣たちは家康が康政の活躍を称賛し、康政に借りがあると記した手紙を持ち出してお家存続を願ったこともあり、康政の意向に守られて榊原家は存続し、最終的には越後高田15万石の藩主として明治時代まで続いていくこととなるのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。